セイヤー27さん、サブスクライブありがとうございます。最近ちょっとあれだよな、あれですよね、ビットコイン。何も知らねえや。トレードで忙しい。いや、僕もなんか、すげえ話合わせに行こうと思ったけど、何にもわかんねえや。なんかやってるのを予想いたかったけど。僕も最近はあれですね。ウェルスナビで、800円稼いでるね。今いくらいってるかな。最近結構トレードに勤しんでるね、僕も。1ヶ月前に入れた2万円が、今2万878円ですね。まあまあまあ。まあ最近の情勢で言うと、まあまずまずかなーっていう感じですね。いつもこのサブモニターでチェックしてるね、動向は。先月資産3億ぐらい増えました。これガチだからな。なんか僕らが冗談、これ結構冗談だと思ってる人いると思うけど、多分ガチだからな。3億ぐらい増えました。桁が違えんだよな。なんか1億円ぐらいくんねえかな、普通に。と思っちゃう、普通に。1800万円貸してほしい。で、気が向いたら返すっていう。いや、僕も一刻も早く金入れてんだよな、このウェルスナビに。未だにね、アカウント登録がちゃんとできてないんですよね。お任せ兄さんしたいのに、一生今税務署審査中なんですよね。5日6日前ぐらいになんちゃら廃止書みたいなやつ出して、一生調査中なんですよね。ちなみにウェルスナビは信託手数料高すぎるんで SBI 証券自分で開いて、IMAXIS。 何それ。いや、なんか高いけど、なんか全部ほったらかしでいいみたいな。てかちょうどその SBI 証券だっけな、 SBI 証券だっけ、楽天だっけみたいなやつで、なんかちょっと昔あれしちゃって、で、それやっぱやめますの書類もらって、今ウェルスナビに送っちゃってて、どの道ほったらかし、やべ、でもあれしちゃったわ。あれしちまった、もうウェルスナビにしちゃった。オルカンとかイクシメシュ、オルカンが確かオールカントリーってか世界中にみたいなやつっすよね、確か。いや、でもめんどくさいな、なんか。とりあえず2万はそこで、次から SBI。 いや、あれなんですよね。いや、今あれなんですよ。だってね、あれなんですよ。プラス 4% でしょ？プラス 4.39、前も言ったんですけど、プラス 4.39% ってことは、ここに100億円入れてたら4億円増えてたからな、1ヶ月。何もしねえで。だから1個も早く金入れてんだよな。ウェルスナビの手数料、年率 1%。1% って聞くとすげえ、そのあんまりやったことない人からするとあれですけど、やってる人からすると 1% って結構高いっすよね、多分。例えばね、利回り 5% が平均として、そのうちの 1% 取られるってアホのやること。積み立て 1% でかい。じゃあやめた方がいいのかな。いや、なんかでもめんどくせえな。ただでさえもう、満身創痍なのに。ウェルスナビがどうやって利益出してるか考えたらわかるんですけど、結局この手数料で儲けてるわけ。まあ、あいつらもな、多少、ね、なんか、旨味がないと意味ないっすもんね。でもそう言われたらなんかそういう気がしてきたわ。
3億信じよう。でもめんどくせえ。なんかまた、いろいろ入力すんの、すげえめんどくせえ。基本的に投資ってのはいかに手数料などの無駄な費用を減らして利回りを残すかが重要になる。いや、絶対、なんかそう言われたら、ウェルスナビじゃなくて、そのね、違うところでやった方がいいっていうのはまあ、あれなんですけど、ただ一つめん、あの問題があって、めんどくさいっていうあれがあるんですよね。非常にめんどくさいんだよね。またなんかいろいろ入力すんの。それが一番問題。それがなければ、すぐやるんすけどね。でもこの前、なんかの書類が届いて、なおちゃんなんか、投資、株やってるの？って言われて、ああ、なんかまあ、積立 NISA みたいな、やろうと思ってって言ったら、うーんって反応してて、割とその、拒否反応なかったのに、僕どうせ、うちの母ちゃんのことだから、積立 NISA とか言ってる、投資危ないよーみたいな、感じです。ね、頭ごなしに、否定される、なんか一番めんどくさい反応されるかなと思ったんだけど、なんかそんな、感じじゃなかったので、で、なんで僕がウェルスナビ、がいいかと思ったかっていうと、母ちゃんとか父ちゃんになんかめんどくさい話をせずに自分だけできるからっていうのも結構でかい理由なんですよ。なんかちょっと前に SBI 証券だか楽天なんちゃらとかであなたの職業を教えてくださいみたいな打つじゃない方々やって。で、あなたは今どこ住みですか？実家ってやるじゃん。で、やると実家、その世帯主、あなたは世帯主ですか？いいえじゃん。で、てめえのじゃあ世帯主、まあ、要するに僕の父ちゃんの職業を答えろみたいな出てきて、で、それ聞くのめちゃめちゃめんどくさいのね。なんかまだ絶対さ、なんかもう、なるべくさ、もう話したくないのね、父ちゃんと母ちゃんめんどくさいから。なんかガタガタ。もう断るごとになんかガタガタ、なんか抜かしてきてすげえしんどいから、それがちょっとやりたくなくて、なんか積み立て NISA したいんだけどとか言った瞬間なんかめちゃめちゃめんどくさいことになるだろうなっていうのが思ってたんですけど、だから、ウェルスナビ。ウェルスナビはなんか普通に自分でポチポチするだけで家なんで。でもあの反応だったら、まあ、ワンチャンいけるのかな、ワンチャンいけるのかなっていうか、なんか積み立て NISA って言葉知らないと思ってたから、うちの母ちゃんとか父ちゃん、まあ、父ちゃんはわかんないけど。意外となんか、あれなのかなみたいな。ねえ、タンスに、お金溜め込んどくタイプの人たちだと思ってたんだけど、で、バカにしてたんだけど、僕結構、うちの父ちゃんと母ちゃんを。でも、どうやら分かってる側っぽいから、まあ、ワンチャン、ありかもね。いや、それがめんどくさかったんだよね。マジで。説明がめんどくさいっつうかさ、っていうのもあって、ウェルスナビになったんすけど。そもそもウェルスナビで何の商品買ってるんですか？自動運用とか言うけど、ウェルスナビの投資先が ETF とかなので、あれば自分で EasyMax とか、って放置は変わんない。僕のやつ何なんだろう。なんか、ありとあらゆるとこに、なんかいい感じにばらまくみたいな感じのやつだった気がする。あった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 。米国株、日欧株、新興国株、債券、金、不動産、現金、みたいなのが出てきました。分散投資ってやつなんですかね。調べてみたら、新 NISA なら手数料0.63%くらいなので、まあほんまに手数料負け気にしないならいいと思う。じゃあ、このままでいこう。1%か0.63%。あ、0.63ですか？結局、ウェルスナビって、じゃあ。まあ、0.4%なら、うん。まあ。しんどいわ。またなんか、あれすんの。だってさ、僕ただでさ、あれなんだよ。楽天か、なんだっけ、SBI かで、なんか昔ちょろっとやってて、なんか、口座だけ作っちゃってて、で、ウェルスナビやりますって最近なったんですよ。で、
メルスナップやります、カチカチカチ、申し込みポチって言ったら、いや、てめえもうすでにニーサ口座過去に作ってあるから、それ、全部帳消しにしてからまた出直してこいやって言われたので、ウェルスナビに。で、わかったよ、じゃあ、やっぱこれやめます、つって、で、やめました通知書みたいな、白紙に戻しました書類みたいなのが届いて、で、それをウェルスナビに渡したんですよ。やめました僕はウェルスナビさん、あなた一筋で行きます、つって、もう過去のあれは、消しましたつって、今、書類送って、今、待ってる状態なんですけど、もしこっからやり直すってなったら、やっぱりそれもなしでって言って、あれするわけでしょ。なんかすげえめんどくさそうじゃない。やっぱやめるの、やめるわってなるのすげえなんかめんどくさい。気分的に。もう知らねえや。なんか、あ、いいかな。まあ、なんでも。うん。なんでもいいかな。別に。アホみてえにさ、もう死ぬほどさ、もう、ありえねえぐらい広い宇宙の中でさ、たまたまなんか、いい感じに生物が生まれる環境、超いい感じに、ねえ、なんか太陽光も適度に当たるけど、あんまり紫外線もなんか当たりすぎず、なんかよくわかんねえ、ねえ、ちっちゃいね、全世界、もう全宇宙と比べたら、ちっちゃいさ、もうゴミくずみてん、ゴミくずよりちっちゃいさ、なんかよくわかんねえ、青い地球でさ、表面でちょこんと生きてちょこんと死ぬ。だけでさ、なんか、ね、やれ 0.4% だの ?1% だのどこに投資してるだの関係ねえんだわ、全部。結局もうこう、ちっちゃい地球の表面で、ちょこっと生きてなんか、うんこして飯食ってなんか適当に、しょうもねえ人生、ピクって生まれて、ピクって死ぬだけだから。関係ない、何も。いいんだよ、何でも。何でもいいんですよ。